グリーンアップ軍はアメリカ合衆国ケンタッキー州の北東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は36,910人であり、2000年の36,891人から0.05%増加した。軍庁所在地はグリーンアップ市であり、同軍で人口最大の都市はフラットウッズ市である。 1804年に設立され、軍名は当時第3代ケンタッキー州知事を務めていたクリストファー・グリーナップにちなんで名付けられた。グリーナップ軍はウェストバージニア州とオハイオ州にもまたがるハンティントン、アシュランド大都市圏に属しており、2000年時点の都市圏人口は288,649人だった。グリーナップ軍は1803年12月12日に、 成立したケンタッキー州議会の方によって、当時州東部の大半を領域にしていた、メイソン軍から分離して設立された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は354.51平方マイルであり、このうち陸地346.11平方マイル、水域は8.41平方マイルで、水域率は2.37%である。 アメリカ国道23号線とケンタッキー州道10号線、及び道253号線の交差点、グリーンアップ市のジェシー・スチュアート記念橋が手前にある、アメリカ国道23号線が軍内を通る、主要道である。南東端から軍内に入り、東部軍境に沿って、北のオハイオ側に向かい、ラッセル、フラットウッズ、レースランド、ワートランド、グリーンアップの各市を過ぎる。 その後は、サウスショアの街の西で軍を出て、ユリシーズ・グラント橋でオハイオ川を渡って、オハイオ州ポーツマスに入り、さらに北のコロンバス市に向かっている。A ハイウェイは、アメリカ国道23号線に始まり、ジェシー・スチュアート記念橋を通って、アメリカ国道52号線とをつないでいる。修道10号線とも呼ばれ、西に向かうと、修道7号線と交差し、最後は、 西のルイス郡に出ていく。1995年に開通してから、クリーナップ軍民が、メイズビルや北ケンタッキー及び、オハイオ州シンシナティ市に行くのが容易になった。インダストリアルパークウェイの北端は、ワートランドのアメリカ国道23号線である。この道は、ワートランドとクリーナップ、フラットウッズの周辺の町、及び未編入のアージュライト地域を、 イーストパーク産業団地とつなぎ、さらにカーアッター郡で、週刊高速道路64号線とつないでいる。グリーナップ郡は、ケンタッキー州東部の大半の軍部と同様、うねりのある丘陵と渓谷でできている。オハイオ川流域は外して平坦であり、工業、商業用地及び住宅開発で多くの人が住んでいる。ここから南東に進むと、 アパラジア山脈六丘陵部に特徴的な丘陵と渓谷の連なりとなり農業用地となって人口は比較的少ない。これら丘陵の間にリトルサンディガはグリーンボコタイガーツクリークがあり人気のある釣り場となっている。昔からの森林があまり伐採されていないので群域の多くは現在も森林である。グリーンアップ群の土壌は健康的な農業と 楽農業を支えてきた。昔からかなりのタバコ栽培農場と牛の牧場が広がっていたが、近年ではこれらがアグリビジネスの支配下になり、産品もアメリカンクオーターバ、ダチョウ、マリファナなど伝統とは関連のないものに広がってきた。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。グリーンアップ群は制限付きドライ群である。つまり、 地域住民の投票で認められた特定地域を除いてアルコール飲料の販売は禁じられている。以下の地域ではアルコール飲料の販売が認められている。ありがとうございます。